チャオ、あっちゃんです。今日はマンちゃんに食べてもらってお昼ランチですね。ランチね、今日ナバリのオクラ寿司行きました。ではいただきます。ということで、やっぱり最初はシーサラダシーサラダいきます。あ、うん、なんか違う、キュウリが入ってる。店によって違うね、やっぱり。あんまり何をかけてみよう。うん、おいしい。うん、うん、ほら、くら寿司はわさびこれなんや。うん、店によってやり方ちゃうん。ちょっと上すぎるかな。うんうん、お、中トロ。こちらの方は何か動画か何か撮影をされておられますか。あ、はい、他のお客様が映られないので。あ、大丈夫です。もう こっちしか映せないんで大丈夫でしょうか。はい、失礼しました。クラは前本部に OK 持ってあるから。中太郎は来ます。うん、とろける、美味しい。どこ入れていったら、そこ入れていったらカウントしていってくれるから。茶碗蒸し、うん、いい。なの。プロカレー。あのさ、土地の名前読んでさ、うん、ツバス。あ、ツバス。これくらいの。あ、売っとってや。あ、買おうかなと思ったけど、昨日帰り見てたら。あ、はい。
最近もう一本で売る店増えてきたんかな。なんか。なあ、なんか分からんけど、昨日見かけた。あ、はい。あ、縁側いいし。と。でもさ、一回確認だけしに行こうと思ってフラフラと行ったら、サバとかも置いたんだし、あの日ちょっとイワシしかなかったよ、ね、そうで、タイもあったし、で、ツバス、あ、ツバス、まあ、あの出刃でギリギリさばけるぐらいでかいのが欲しいな、なんか思うんだけど、なかなか売ってないねんね。もう言っといたら入れてくるのか分からんけど、港買いに行こうかな。和歌山遠いしな。えみちゃんも一回ついでにフラッと。あ、そうやな。西ヶ崎やった。そう、まあ、2時間ぐらい、まあ、車でちょっと早めに出て、向こうで昼間一緒に誰かとランチとかして、ランチオフやってもいいかもわからへんねんけど、和歌山、雑賀崎、お魚買い付けツアー、途中でランチオフやりませんか。言うてもあれやね、雨降ったりしたら中止になるから、その日の朝しか答え出えへんねんけど、京奈は通ったやろ。京奈は通ったから、もう結構早う行けるから。もう京奈は、吉野から乗って、五条ぐらいから乗った。もうあと一本で、阪和につながんねん。で、阪和つながって、和歌山南かなんかで降りたら、あと幹線道路一本で行けるから。まあ、2時間。たら十分。巻き物はキュウリ巻き。なんちゅう。バカかお前ら、ほんまに。恥ずかしいと思えんのかな。そんな電話入れてわざわざ。そうそう、自分が映ったらどこに映んねんこれ。そう、どこに映るところがあるねん、うん、見てへんから分かれへんからな。ませんご注文の品はまもなく到着します。あー縁側落ちてごまるか顔なの。ませんまだ今日ライブのネタできたな。あ、いいよ、すぐに。
ラムシ。こういうのでも威力業務妨害になるから、まあ、相手の名前ここが聞いてへんから多分言われへんやろうけども、そういうの今度取り締まる法律っていうのできてほしいんだよね。結局仕事の邪魔しとんねんもんな。ここすごい音。YouTube の視聴者もあれやな、まあ、あのツイキャスとかと変わらんぐらい人落ちてきとんな、うん、あクソみたいなやつらが増えてくるから下手っていくから、まあ多分同じやねんやろな、そのレベルが、うん、お前らやぞ姉妹に言わしてあるからな見てるやろ、多分アホみたいな見てんやね、ありがとうね、チャリチャリって入ってんねんけどさ昨日のライブやな。昨日そうそう。うん。そう。一人語りで行くよーって最初に言うたったから、な途中でも何回か言ったと思うんだけど。なんか今朝タヌキ見てたわな。うん、この人がなんか何回も物申してたみたいねんけど、取り上げてくれへんかったって言うて。はいはいはい。それもあって、こう、聞けみて、はいはい、言うたろうでも一人語りやったよなと思って、はい、そう、うん、昨日のライブは一人語りでやったから、ほとんどの人のコメント開いてないよ、うん、なわざわざタヌキに言わんでもあっちゃんに直接言っておいでや、下手れか、うん、で、それは私がタヌキに書いたらまた私が叩かれるから、うん、もうええわと思ってで強制単位やったし、はいはい、行ったれと思って、はい、というのもあってフラフラと引っかかっとった、もうタヌキの連中騒ぎすぎ、もうマンちゃんに世話かけてあかんねんお前ら、お前ご飯中に何の話をさせんねん君たちええ大人やろ、おばはんらやろ、お前らもうまともに子供育たんぞまあ子育て失敗したおばあさんかな情けない人たちが多いね。白子これどねって食べんねやろ、スプーンじゃないの、スプーンでもない、このご飯も入ってる、スプーンで食べてみよう、
白子。あ、うん。美味しい。これは入れられへんかな。これも入れられるのかな。入った。入った。それだけやったの。これだけ。これも一緒に入れても大丈夫だよね。これだけ関係ないから。そうそう、残っとったらいいから。みたいにさ、汗で騒いでさ、お店に迷惑かけて、君たち舐めたよやったら、で、おかげでさ、アホやろっていう動画一本作れるなってしまうんだよ。ネタ提供ありがとうね。お前ね、ファンの皆さんがしょうもないことで迷惑かけてね、ほんまにアホやろこいつら、まあ、あのアンチのやつらってさ、もうお店にこんな迷惑かけよね。こういうやつらがほんまの迷惑もんだよね。自分の名前も名乗らんとさ、匿名で自分が映ったらどこに映んねん。君たちお化けか。壁やぞこれ。くら寿司行ったことある？横のレーン見えないんだよ。で、一番奥のレーン通してもうたし、気使ってもらって、そんなとこに言うやつってバカですよね。そう、アホみたいにさ、お店に迷惑かけたやつ、じゃあ、見しようか。壁だよ壁。どこにあなたが映るんだい？お店に来てって。お店に来て店の中の人が言うんやったけど、電話出て店の中電話すんのか君。店の中で電話しゃんとさ、店員呼んで言えや。でしょ？お昼ご飯は美味しく食べるもんです。ぐだぐだ言わすもんじゃない。いや楽しい。いいってね。言っといてあげるよ。アンチしてさ、こんなことしてしっぺ返しされたらさ、余計ストレス溜まるやろ。そういうことよ。アンチしたってストレス発散したつもりがストレス溜まるんだよって言った通りでしょ。絶対悪い顔してるって言われるわ。昨日もやって悪い顔してるって言われる。あっちゃんはね、去年の末に言った通り、アンチで騒いで稼ぐ予定はないの。でもこうやって稼がせてくれるって言ったら乗っかるよ。これ規約ないやからね、やってることは。ああ、ホタテ。めふうま。バカが騒いだよ。騒ぐほどご飯が美味しくなるのよ。ありがとうね。こんなんで風がしてくれて、シャトーブリアンまだ食べられるわ。ごめんな、ファンのみんな変な怖い顔して。あっちゃん悪い顔してる。言ったやろ。いい包丁買ったら、あとはバッサリ切り捨てるって。未来はこの手で切り開くって言ったでしょ。面白い。
分ぐらい回ってるし、もうそろそろカメラ止めてご飯食べ、ゆっくりご飯食べようかな。なんか美味しそうなのをいただきましょう。トロカレー、うまっ。あ、生だこ、ドラみたいな顔してるけど、どんな顔や？どんな顔？生だこです。あっちゃんの好物、生だこ、チンってやった生だこはポン酢。塩行きたいけど、なんか普通の塩でもやめとくわ。ポン酢で行くわ。粗塩持ってきたよかったな。通報したとか書いてないの？通報したとか書いてないの？いや、今のとこ書いてないけど、もうちょっと先読んだらあるかも。なんか、あの、2人が入店したらびっくりするやろなとかみたいなところは書いてるから、こっから先やると思うけど。2人が入店したらびっくりするやろって。2人が入店してさ、写真撮っててさ、普通に動画、今日これ今日、今日は5日6日何か7日2月の7日のお昼にこの動画が出たら、あなたたちびっくりしたでしょう。っていうか、私この人たちに聞きたいわ。なんか私の顔がただただみたいな顔って書かれてんやけど、どういう意味か分かれん。ただみたいなってどんな顔なの？ただの顔を絵に描いて、あっちゃんのメールに送ってよ。ここに下にメールあるから。通報したよっていうのバレるから、うん、バレる。あ、なんかなんかちょっと当たった。ほら、持ってるでしょ、あっちゃん。当たったよ。君たち外れたね。ごめんごめん、あのファンの人たちじゃないよ。出た。帰ってきへんね。ポケモンボールが出てきた。バカ。ピカチュウのスタンプ。なんか押すとこあるかな。なんか押せへんのかな。あ、つかへん。なんかインクつけなあかんのかな。よいしょ。タチウオ天ぷら、いただきます。
着します。結構いろんなグループ本部に電話して、ね、許可取ってあるから全然 OK やねんけど、チーズの天ぷら美味しい。ふわふわふわで美味しい。ちょっとやっと奥に。ほんまやな。テリヤキフィッシュバーガー。なんで寿司屋やねんやろな、これが。今度は乗ってない。今度はアップで乗ってない。はい。これの裏とか。これの裏かな。どこだ、ない。ないな、ないです。はい、シメのスイーツチーズケーキ。ケーキをね、いただきます。あれ消えてない。消えてるの。もういやもうぐちゃぐちゃなんだ。なんで消えてないの。あ、ほんま消えてない。なんでやろう。切れた？切れへん。食べるのよことか。隙間から外せってのかな。